連動となっていますので、こちらもねご利用ください。通勤途中にも雨雲アラームあるととても便利ですのでね、こちらもねご利用ください。シーン別に使っていただきたいですね、雨雲アラームの機能をご紹介していきました。その他さまざまなサービスがありますのでご利用ください。ここまでイブニングご参加いただきありがとうございました。一旦雨は小康状態となっているものの、再び前線の影響で、九州南部でしたり東北の地域、低気圧に向かって湿った空気が流れ込むことによって再び雨足強まる恐れが出ております。今後も最新情報を確認し安全にお過ごしください。ではここで失礼いたします。